Space Monkeys TV。 さあ移動してきました。フルメンドーサ湖からここ秘境ですよ。秘境のおかっぱりポイント、なんとここは日本です。帰ってきました、ありがとうございます。ボートでのねキラーズベイトの超過とくと見せられたのではないかと思います。非常にビッグベイトの悔いが残る感じでしたが、イタリアからドバイ、ドバイから日本、日本からここみたいな、すぐ来ましたから、到着してすぐ日本で釣りしてってことで来ました。萩さん16日ぶり、ちょい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 、疲れいい、帰ってきましたってことでね、早速釣りに距離がバグってます。そうそうそう、すごいでしょ、イタリアのフルメンドーザのボート釣りでのフィッシングからいきなりさあ次のフィールドですって日本だからねこんなバス練習はいないよ。うん、なんて書いてある？セプテンボンバー。俺はいつも水面爆発っていう意味です。イタリア語で。なるほど。さあやってまいりました。こんなとこから始まりましたね。イタリアの後編と言ったらいいんでしょうか。日本に戻ってきてます。これです。113ですね。あとスイムベイト。D サイド新しいスイムベイトを試すべくここに来ました。すごい特番状態になってますが、今ここ。めちゃくちゃベイトすごくてボイル置きまくり、小さいね20からね30センチぐらいのバスがめちゃくちゃボイルするんで、今こいつでボイル打ち作戦始めたいと思います。行ってみましょう。どうするかな、ここで止まっちゃってんだよね。俺らが動くとバスたちがついてくるんだよね。ベイトが沖に逃げるとそいつら食ってるみたいな、ある意味バスたちが俺のことを利用してる。俺らもバスがね、ベイトが動いてボイルするのを利用してるから、バスたちも人間が動くとベイトが岸からちょっと沖に逃げるじゃん、じゃ一気に食うんだよ。だバスたちも一緒についてきてるわ、俺たちと一緒のことめっちゃいる。警戒心がないというか、誰か立ってる観光客が動いてベイトが逃げてそれを利用して食ってるバスは結構多いかって感じ。この辺やっぱキャンパー、キャンプしてる人もいっぱいいるから、こんな感じなんだろうと戻り見てベイトが逃げる、それを利用してバスが食うみたいな、なんか成立しちゃってるかもしれない。さあちょっと試したかったルアーその2、これです。 D スタイルのスイムベイト、ビローラスイムベイト145、これですね。飛び魚中動き見てみましょうか。なんかしっかり動きそうな感じはしないです。いきます。まあ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 横泳ぎしちゃってるね。あでも今いいんじゃない、安定してるんじゃない。今安定してますね。でも思ったんですよ、これ安定してるけど上、これ安定してる、これ横泳ぎっぽくなってるね。いや横向いちゃってますこれ。はい飛び落ちん、もう上ともっとざっくりでかいの入れたら良くなると思いますが、ない方がいいもう出た結論取ります。バスはいないです、バスはいないです。あいたー、ちっちゃいわ。ここにいるバスたちは天才くんが多いんですよ。いつきの縄張りというか、うわー食った、今見た、今食ったよ、もうって出てきて出てきたね。でかいわ今、結構口使ったやつでいけえよ、ハビさん。もわって出てきたでしょ、うん、めっちゃ見えた、しかもでかかった、マジで。それも言うし、でもしっかりバイトに乗せられてない、もわって出てきたね、下から、うん、しかも足元にもいるもんね、うん、今連れてから、下からもわって出たやつよ。うわ、すげえ、待った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 、これやばいよ、めちゃくちゃボイルしてる、めちゃくちゃボイルしてるわこれ。今見た、ここバッチャバチャやってるわ。あ、待った、ちょっと待って待って待って、風でルアーが曲がる。もう一回やり出してもいいかな、これすげえぞ、すげえことになってる、やる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 、これすごいわ。
うわ、めちゃくちゃベイト寄ってる。これすごいわ、ここめっちゃボイルパーティーになってる。風が来る。うわー、出たー、乗らねえ、チキショー。これ羽物の方が強いかもな。羽物の波動ってさ、その真ん中にあるルアーの絶対そのものを消してくれるじゃん。そうなんですよね。その効果もあるんだろうね。羽物ってなんかみんなあれっすね、虫のイメージするけど実は関係なくて、普通のでかいなんか集合体の動きを出すっていうのもあるから、ね、ベイトがこう羽の役割し、そうです、その真ん中にある木みたいな、そうです、ね、で食ってみたらルアーなんだ。いろいろあるんでしょうね、うん、諸説ね。そうなんですね。でっかい一発のベイトに見えるやつもいるし、うん、ちっちゃいベイトがマチマチしてるのも見えるし、うん、そもそもこのね、羽の波動がピチャピチャ、ネチネチが、でかいルアーの存在感をそもそも消してくれるっていう役割。さまざまなものが複合して釣れるルアーが羽物ですから、ね。何にこのスインベイト1本勝負でスーッと通してくれると割と見切る魚とか、ビッグベイト1本スーッと通すと割と見切る魚が多い。羽物だからこそ騙せる。うん。多分あると思うけど。が前釣れたんですね。今日初登場、久しぶりのスクーパーフロックです。いきます。おぉ出た出たマジ、うん、今の音やばくね一投で入れた瞬間ドーン言ってたね。全然バイトしてない狙い外したよ、バッサー食い損ねたってこと。食い損ねですか。マジでスクーターやっぱすげえな。突然のルアーの登場でバスが対応しきれなくてドーンって出たもんだけど、ちゃんとルアー食えてない。マジ？でね、これ改造した、まあ自分なりのチューニングにしたダブルコロラにしたキラーズベイトミリッツ、これをメインにちょっとね、秋っぽい薪の釣りをやっていこうかなと思います。それ狙ったんですけど、ものの10分ぐらいで静かになっちゃったんですよね。ちょっと遅きすぎちゃった。朝一めちゃくちゃねボイルタイムがあって、秋っぽく、秋っぽさを感じています。でも今は止まっちゃってる。でこんな時どうするか、小さめのスピナーベイトでしょってことで、これを投げ倒していきたいと思います。それでは行ってみましょう。だいぶねボイルもしなくなっちゃって、魚たち休憩時間に入っちゃったと思うんで、ちょっと魚が多分沖寄りで休んでんじゃないかなと、そこに直接届けるっていう意味でも、これいきます。スピナーベイト、キラーズベイトミリッツダブルコロラドチューン。深いところはどうなんだろうね。入っててもそんなんでもないか。よっしゃよっしゃ来たか。おっしゃ一頭、深いとこだ。やっぱスピナーベイト、やっぱ風が吹いたらスピナーベイトってことですよ。っていうかね、なんか画像がね途中で乱れちゃって途切れちゃったんですよね。まあ、でも1匹釣れました。このチューンマジでいいね。スピナーベイト、キラーズベイト、ミリッツダブルコロラチューン。途中なんか画像が止まっちゃったんだけど釣れました。でもまだ釣れると思うから、まあ、ちょっと納得いかないね。もう一回行こう。ここの沖だ、沖の深いところ、しっかりシャマで落としてゆっくり参ったら釣れたんですけど、GoPro の調子が悪くて止まっちゃったよ途中で。まあ、当たりはね分かりやすい、もう止まったルアーがゴゴゴゴンつって、なんか GoPro が一瞬だけエラーを起こして止まっちゃいました。最悪。多分ねこう足元でねボイルが終わっちゃう、この岸寄りでボイルが終わっちゃったと思ったんだけど、これね、深いところで多分ね、バクついてるわ。見えないところで。おそらく。見えないところでバクついてる。
そこに当たったら食うな、容赦なく食うな。もう一本取りたいな。いや途中で画面がね止まっちゃったから不甲斐ない。しっかりとした魚を見せたいな、釣れるまでの工程を。歩きながら食った、スピナベだ。これは取れてるね。お、サイズアップ、若干サイズアップ。あったかバス、いいっすね。釣れましたね、歩きながらのスピナーベイティング。いい感じ。2匹目、今度はどれか、これですね、ダブルコロラルチューニング。もともとついてるやつの大きいブレードを外して 3.5 から4番の、コロラドブレードをつけたチューニングで、まあ、こういったねクリアボブレークとか擦れてる場所だとシルバーでもいいかもしれないです。自分はいろんなところで使いたいかなっていうところでゴールド、間違いないこのチューニングだと思います。もちろんねデフォルトのままでもすげえ釣れるわなんですけど、自分は本当初心者さんにおすすめ。これちょっと変えるだけでね巻き抵抗が手に伝わってくるんでやりやすいです。で当たりも取りやすいですし、で沈みすぎないんでおかっぱりには本当最適で、ね、当たりはね本当なんていうツントゥンとかトンとかやったりじゃなくてコン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 って完全にね何発もねこう引っ張られるバイトがあるんで、初心者さんでも分かりやすいと思う。俺今ビッグベイトのロット使ってるんですけど、結構ね感度強いロットだともっとね当たり取れるんじゃないかなと思います。めっちゃ入りましたね。あのスキッピング完璧でしたね。ただ完璧なキャストなんだけど、今日掃除と思うことは、イタリアから帰ってきて日本の釣りっていうところでシーンが切り替わったと思いますけど、まあミスしまくってますね。全部で多分カメラに映ってないところで一発バラしてるんだよね。そうですね。そのデータ残ってればいいと思ったんだけど、これダメだなーって言って いらないデータを消してたら、まあそのデータ消しちゃったんじゃない。それもミス。でイタリアのスピアベイトの釣り、ビッグベイトの悔いが残るんですけど、いかがだったでしょうか。今日はこんな感じで締めさせていただきたいと思います。萩さん久しぶりに。ありがとうございました。16日ぶりですね。そうですね。ということでね、これからも日本で釣りやっていきますので皆さんよろしくお願いします。ということで以上スペースモンキーズ TV でした。やっぱね思うこと、世界共通、バス釣りはおかっぱり難しい。